1977年の上、ベ別駅と、周囲約500メートル範囲。右下が、広尾方面。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成上ベ別駅は、北海道火星群ベ別村座城ベ別にあった、日本国有鉄道広尾線の駅である。電報略号は左辺。 広尾線の廃線に伴い1987年2月2日に廃駅となった。廃止時点で、単式ホーム、島式ホーム複合型に面2線を有する地上駅で列車交換可能な交換駅であった。互いのホームは、駅舎側ホーム中央部分と島式ホーム北側を結んだ構内踏切で連絡した。駅舎側単式ホームが下りの一番線、島式ホームが 下りの2番線となっていた。島式ホームの外側一線は、帯広方から分岐した行き止まりの側線となっており、その他1番線の広方から分岐し、駅舎南側のホーム切りかき木部分の貨物ホームへの貨物測定を一線有していた。無人駅扱いの運転取り扱い要因のみが配置されていた駅であった。駅舎は、 校内の北東側に位置し一番線ホーム中央部に接していた、当駅の所在する地名より、地名はアイヌ語のサラベツに由来し、川の上流に位置することから上を冠している。1981年度の1日乗降客数は20人。1999年時点では、上サラベツ駅と記載された記念碑が混流されていた。この記念碑は、 サラベツ駅と同様のもので、標速下段の比分は同分となっているが、標速上段の駅舎をスケッチした当班と利面の駅名表は当駅のものになっている。2010年時点、2011年時点でも同様であった。駅跡自体は空地になっており、線路跡も確認できる。ありがとうございます。